はい、今回はこちら、キムコのレーシング S125 でございますよ。はい、黒ですね。黒はね、マット。こことね、ここマット。ですが、ここがね、ツヤありの黒になるんですね。そして、ここもツヤありの黒。ね。はい。そして、ここはマット。そして、ここが、グラブはツヤありの黒というような、はい。塗装を分け、塗り分け、しているわけでございます。あとはフロントフェンダーもね、ツヤありですね。はい、この辺りがこう色によってね、ここがツヤあったり、ここがツヤなかったりと、同じ黒でも、まあ、黒い部品やっぱり使ってますから、はい、特徴がね、いろいろあります。はい、さあレーシング S125 どうですか、ね、あ、ちなみにですね、この黒残り多分、ね、1台だと思います。1台。あとメーカーに1台だけになったんじゃないかと思います。なぜかというとね、三角形マークだったんですよ。三角形マークはね、残り2台以下っていうことなんで、でこれ入ってもまだ1台ね、まだ三角形なんで、多分最後の1台がまだメーカーにあるようでございます。白に関してはおそらく3台以上は普通にあるということですが、そのうち、まあ、なくなる、まあ残り数台となると一気にこうね、どっか大手さんとかに買いませんかみたいな感じでね、回してしまうのかなと、うん、そんな気もしないでもありませんが、まあ、余計なことでございます。さあ、入ってですね、今日、入りました、はい、レーシング S でございます。いかがですか。ここね、このヘッドライトね、これはですね、この見る角度によって表情が変わる。これどうですか、この角度で見るとなんかこの辺がね、ちょっとこっちに出っ張ってるようなね雰囲気ですけど、まあ、こうやって見ていくね、うん、左右もちろん対称なんですよ。でもこうやって見ていくと、なんとなくね、表情が変わっていくっていうね、うん、特徴あるデザインになってございます。はい。で、この辺とかね、非常にね、面構成が、複雑っていうね、はい。こういうところもね、かなり凝っているんですね。はい。で、ここもね、こう、ぐっとね、沈み込む感じで、はい。なんか鷹をイメージしてるのかな、やっぱりね、そんな感じがいたします。はい、非常にですね、攻撃的なね、はい、まあ、単純になかなかね、これ見るとわあ、これかっこいいねっていうね、うん、そういう、デザインですね。はい。で、特徴的なのがね、ここなんですよ。ここフレームがね、こう露出してるんです。実はこのシルバーのところはね、はい、これ今養生テープ貼ってありますけど、黒の場合はこれは何なのかな、ツヤになるのかな、あ、マットですかね、マット。ここもね、ツヤのある、バージョンとそうじゃないバージョンがあるんですよね。その色分けによって違うんですよ。はい。で、これここの部分はね、普通の通常丸パイプ使ってると思うんですけど、そうじゃないですよね。これね、これハイドロフォーミングどうのこうのっていうね、こう水圧でこうかけて成形するっていう方法を取っているっていうね。で、ここだけ露出してるんですよね。はい。まあ、そういう特徴的な、ね、デザインになって、ございます。はい。タンデムステップね、このところについてますけどね。はい。で、これ外すと、ちょうどね、ここにもね、足乗せられるんですけど、うん、なかなかですね、でポジション、いろんなポジション取れるんですよ。うん、それもね、まあ、このスクーターの特徴でございます。はい。で、まあ、レーシングっていうぐらいですからね、台湾では、サーキットで、はい、レース、やってますけどね、まあ、こういうのもね、いっぱい出ているということなんですね。なので、かなりね、バン区画もあって、はい、そのあたりも非常にね、で、足回りですね、カチッとしてます。はい、非常にね、しっかりした足回り、そしてブレーキもね、よく効きます。はい、このあたりは非常によくできていると思いますね。で、エンジンは、これをですね、まあ、レーシング S 用に開発されたエンジンということで、まあ、今となってもう古くなっちゃったんですけど、はい、ちょっとね、新しいタイプのエンジンにこの時に変わったんですよね。はい、だそういう意味では、うん、まあ、そういうところも力が入っているということが言えると思います。はい、で、これ日本サスですね、後ろね。一般的な日本サスなんですけど、これ面白いのはですね、ここにね、フレームの部分、ここですね、ここに実はですね、リアショック取り付ける部分があるんですよ、ここに。なぜか知らないけど。で、まあ、マフラーを車外に変えるとまあ、ここのところが開くんですけど、まあ、ここになんかアタッチメントつけて、まあ、こういうね、横向きに、一本のリアサスをつけるというようなことができるそうです。できるそうですが、実際にそれつけてるの見たことないですね。これ補助的にダンパーをつけてるのはあるんですけど、うん、そういうのはね、結構見かけましたけど、ネットでね、うん、リアサス、普通にリアサス交換してこっち外しちゃってるっていうのは見たことないんですけどね。はい、うん、まあ、実際、まあ、できる
らしいですね。はい、まあそんなねこともあるわけでございます。はい、ですね、まあレーシング S の特徴、そうですね、まあ毎回ねこれもお伝えしているかもしれませんが、これ6期モデルっていうタイプなんですよ。で台湾はもう7期モデル、ABS、台湾モデルは ABS 付いてないんですかね、なんかマカオモデルか何かに ABS、 これの ABS 付きっていうのがあるらしいですけどね。はい、まあいろんな部分がね、まあ、レーシングっていうね名前にふさわしい、まずここですね、ステムのアンダーブラケット、こちらがねアルミ製っていうね、はい、キムコさんはですね結構アルミ使ってます。はい、車両が多いです。はい、特にこのレーシング系はアルミですね。あとですねバイタリティとかね、あのあたりもアルミ使ってたかと思います。はい、他は何がありますかね、まあ、レーシング125とか150の時代から、あとレーシングキングもそうですね、アルミ。はい、で一回これになった時にはアルミじゃなかったんですけど、6期モデルになって、このモデルになって、アルミ、マイナーチェンジで、ね、アルミになりましたね。はい、まあ、そういうあたりも非常にね、はい、力が入ってるなと思いますね。はい、でタイヤですね、これねタイヤがですね、これあのレーシングスペックみたいなタイヤがついてるらしいです、話によると。はい、ですので、まあ、サーキット走る、ね、走って使えるタイヤっていうね、うん、そういうことらしいんですよ。ただその代わりやっぱり減りが早いですね、これね、うん、減り早い。はい、あとですね、まあ、タイヤの空気圧とかをやっぱり適正値にかな常にね保っていかないと、まあ、あっという間にシミ現象とかね出るようになりますからね。はい、うん、そのあたりはまあ致し方がないのかなってね、まあ、車両の性格上ってことですね、そういうタイヤが使われているんですよね。はい、ヘッドライトはだけはあえて電球採用してます。 H17 っていうですね、口金自体は、H4 もしくは、何でしたっけね、はい、そのあたりと一緒なんですけど角度が微妙に違うんで、はい、H4 を入れてしまうとですねかなりね、はい、右情報を減らしてしまうという、ね、ことがあるようでございます。はい、まあ、大体、ね、そんな感じで、うん、特徴的な部分と何がありますかね、まあ、あと、ね、テール、ね、こんな感じの ね、はい、こうねちょっと顔みたいな感じになってますけどね、はい、この辺も、ね、特徴的ですね。はい、でキムコは昔から、ね、使ってますけど、この、ね、LED のこう、チューブっていうのがね、うん、こういう、ね、タイプ、普通 の玉じゃなくてね、こういうの結構使ってますけど、はい、昔から、うん、これももちろんこんな感じね。はい、でこれの兄弟車っていうんでしょうかね、150っていうのもあるんですけど、150とはですねこの辺のデザインが違いますかね、フェンダーのね、あとここのもね違うらしいですね。はい、あとここも違うんですよね、この辺ね。でステップも、うん、ちょっとね普通に露出してますから、150の場合は125の場合はこう隠れてますけどね、うん、そういうところが違うと。あとですねここのカバーがね、違うんですよね。125はまあ大体こう大きく1枚もので、裏のこの網の部分、まあ、2点構成なのかな。150の場合はちょっと凝ってて、これがですね 4点ぐらいで分かれてるんですよね、はい、組み合わせになってるんですよ。だちょっとそのあたりがちょっと違うということが言えるかと思います。はい、まあ入ってきたばかりの車両ですので、エンジンちょっとオンにしたらバッテリー等もつないでませんのでちょっとあれなんですが、このメーターがねなかなかあのカラーデジタルでおしゃれな、ね、感じでございます。昼間だとちょっと映り込みがあって見づらいとかですね、そういうちょっとねあの残念な部分もあるんですが、これ夜とかだと非常にねあのカラフルで、うん、見てて楽しいんじゃないかなってね、思ったりしますが、どうでしょうか。さあそしたらですね、新車ですね、メーカーから送られてきたばかりの、レーシング S ですが、そのスクーターのこのシートしたスペース、トランク、ここがねどうなっているのか、もうそれが気になって気になって、もう夜眠れないというですね、皆さん大変久しぶりですね、本当に久しぶりですが、お待たせいたしました、レーシング S シートオープン、チャーチャラチャーチャーチャラ、はい、開きましたよ。セルフオープンシートね、スプリングでこうやってパッと上がるようなねシートになってございます。はい、さあこれがですねメーカーから送られてきた状態のメットインスペース、ね、トランク、シート下のトランクスペースとなります。これで、ね、リアフェンダーですね、はい。ちゃんと三角マークついてますね。はい、キムコは三角マークちゃんとついてますよ。はい、でこれがですね、ここにこうつくんですけど、まあ、長いとね、あんまりかっこよくないっていうね、うん、でこれ外したりすると大変なことになります。はい、雨の日なんか乗った日には、はい、背中がえらいことになるんじゃないかななんてね、思ったりもいたします。はい、意味があるんですね、長いのにね。でバッテリーがあって、ミラーですね。でこれはここのカバーかな。そして、もちろん取扱説明書、このねフォントがちょっとね日本、あこれ大丈夫、
そうなんかねフォントがなんかちょっと変違うなっていう中国チックだなっていうのがねあったんですけどね、はい、こんなところですかね。うん、大体もうねバッテリーはこういう感じでね、もちろん台湾岩崎ですね。はい、で125はね7なんですよね、うん、ちょっと小さめのがついてるんですよね、うん、そうで、150になると、まあ、9になります。ただ150の場合はメーターにヌードっていうねちょっと特殊なメーターがついてるんで、それでかなりね電気食っちゃうっていうねそういうこともあるんですけどね。はい、うん、メトリーね結構広いです。この、まあ、やっぱ浅めなんですけど長さがあるんでね、はい、なかなか使い勝手のいい、トランク下スペースじゃな、シート下のトランクスペースではないかと思いますが、どうでしょうか。バチ、はい、このバイクはですねやっぱりデザインですよね、あと走り、うん、そういったところがやっぱりね、うん、あの売りのバイクっていうことで、まあこれねグラブバーなんですけど、これリアキャリアっていうのはねちょっとねデザイン的にね箱付けんのね、うん、ちょっと似合わないかななんてね個人的には思いますが、どうですかね。そこがねだからそういう意味で積載がどうのこうのって話になるんですが、まあここがね広いんでね、まあ、ここは置く場所じゃない、あでもほら2掛けフックちゃんとありますからね、大きいのがねここにかけてね、ね、はい、っていうかなって感じですね。で純正のリアキャリアは確か出てないですかね、そうですね、うん、で一時期ですね、リアキャリアがつくっていうのはねキャンペーンもあって昔ね、で、あれはどこですかね、越谷にあるねそうあのメーカーのやつがねちょっと細いパイプなんですけど、そういうのがありました、過去にねありました。ただやっぱりねつけない方が多かったですかね、はい、とりあえずプレゼントって言ってねアンケートに答えるとみたいなのであったんですけど、やっぱりつけない方が多かったような気がしますね。はい、さあそんな感じですね、レーシング S125 がねあっという間に入りましたね、はい、ですのでこちらちょっとですね、今立て込んでおりましてね、おいおいやらせていただきたい、はい、あと今ねお乗りのレーシング S からのお乗り換えですので、ちょっと部品とかね、はい、付け替えるとか、まあ、そういうのもね、あるようですので、はい、まあ、ご自分でやるっていう話もあったんですが、まあ、どっちにしてもマフラーとかは納車整備で外すんで、持ってきてもらえればっていうようなね、話をさせていただきましたが、はい、そうこれです、重要なのはこれです。レーシングですからまたレーシングですに乗り換えるっていうね、それぐらい気に入ってるところですね、これがですね素晴らしい素晴らしい、ね、はい、これに変わるいいのがないね、はい、いや GP125 じゃあれはすぐ吸っちゃうじゃないですかね、そうセンタースタンドにあれ吸りやすいんでね、はい、いやいやいやつってやっぱりこれがいいっていうねことなんで、もうねそう言っていただける素晴らしいですよね。だから何か用意してほしいですよね、 これの後のね。だから今レーシング125またね あるんですけど、で ABS つけて別に日本で売れるんだから、まあ、あるんですよ ABS 付きに実はね、うん、だから高くなっちゃうとねとかいうのがあるんですけど、でもねそう何かねいい方法が、あとレーシング150もねレーシングマンとかいう名前になってね、出て、でメーターがこちらと同じになったんですよね。あ、そういうバージョンでもねいいのかなとかね、うん、思ったりするんですけど、なかなか難しいのかもしれないということですね。はい、ということで、うん、レーシング S125 こんな感じですよね、うん、非常にね、はい、デザインは秀逸と私は思いますが、どうでしょうか。はい、気になる方は、ね、もう残ってない、ほとんど残ってないので、あと白と黒は1台、多分1台ですね、あと白が数台だと思いますから、もう今買わなかったら次はないぞと、そう思う方はですね、キムコの販売店に足を運んでいただければということで、宣伝もできたところで、今回はこれで失礼させていただきます。